曲展覧会の絵を聞いて、子どもたちが自由な発想で描いた絵と、中川健一さんが奏でる繊細ながら迫力いっぱいの音楽がスペシャルコラボレーション。演奏を子どもたちが聞いて、それを絵にしたものと今度僕がコラボレーションする。でもそれを感じるのは自由に感じていい、そのような皆さんの心のキャッチボールを楽しんでいただければと思います。でも自由に聞いてください。お待ちしております。久留米シティプラザザ・グランドホールにて10月25日日曜日午後2時から、音楽と絵が織りなす展覧会の絵コンサートを開催。チケットは全席指定1500円、好評発売中です。